青木さやかは、日本の陸上競技選手。岐阜県岐阜市出身。専門は400メートルと400メートルハードル。北京オリンピック日本代表、2007年2009年世界選手権、日本代表。東方銀行所属。岐阜市立境川中学校で陸上を始めた。陸上部に入部してしばらくは、総高飛びを専門としていたが、 二年生になって200メートル、三年生になってハードルを始めた。中学時代は全日本中学校選手権の400メートルリレーで8位入賞を果たしている。岐阜県立岐阜商業高等学校に入学後は100メートルや400メートルリレーを専門としていたが、二年生の時に400メートルハードルを始めた。高校時代は、 インターハイと国体の400メートルハードルで、それぞれ3位と2位の実績を残した。2005年に、岐阜県立岐阜商業高等学校、国際コミュニケーション科を卒業後、福島大学に入学。川本和久の指導を受け、日本のトップ選手へと成長した。2006年、日本インカレで400メートルハードルに出場し、 日本歴代3位となる57秒08の好タイムをマークした。2007年、日本選手権400メートルハードルで、元日本記録保持者の吉田真希子を抑え、現日本記録保持者の久保倉里美に次いで、準優勝。日本インカレでは、400メートルで、学生歴代2位となる53秒40を記録し、日本記録保持者の丹野浅美に次ぐ、準優勝。 400メートルハードルでは優勝した。これらの活躍が認められ、マイルリレー要員として大阪世界選手権代表に選出された。2008年、北京オリンピックでもマイルリレーにて、初の出場を果たす。大分県で行われた、国民体育大会400メートルハードルで55秒94の日本学生新記録を樹立する。ありがとうございます。